長野市の信州新町では真夏日となったんです、はい、そんな中暑さと人混みから逃れられる場所としてキャンプ場がにぎわっていました。ゴールデンウィーク祝日の今日、こちらのキャンプ場にはテントやタープがずらっと並んでいます。飯綱高原にある長野フォレストビレッジ、絶好のキャンプ日和です。須坂市から訪れた家族が14人でバーベキュー、ゴールデンウィークの恒例行事なんだそうです。おいしい。東京から帰省中の孫もいて、おばあちゃんも嬉しそう。みんなの笑顔が見えるのと、あとは健康でみんなで会えるのが一番幸せです。みんなの笑顔とか見られて嬉しいなと思います。家族予算がね厳しいから、やっぱり近場でみんなワイワイやるのがね一番いいですよ。物価が上がっていることから、大型連休を近場で手軽に過ごす人が多いようです。日帰りの客16組中12組が長野市内からでした。市街地から約30分ぐらいで上がれる場所なんで、まあ、アクセスも比較的しやすい場所で自然に触れてもらえるのかなと思います。予約数ですと やはり後半の方がすごくにぎわう形になっているかなと思います。ね、3日4日あたりだと、100件近く100人ぐらいの方たちがご予約いただいてますね。今日の県内は暖気が流れ込んだ影響で信州新町で真夏日に、長野や上田では真夏日に迫る暑さとなりました。めっちゃ暑くてめっちゃ死にそう。下の方にいるよりはね涼しくていいと思います。確かに壁もあるし